どうも、コネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回は、かぐや様告らせたいウルトラロマンティック見ていきたいと思います。最後にリアクションしたのが5話のラップ回だったんですけれども、その次、6話から11話まで、個人的に見させていただきました。そして今回が最終回ということなんですけれども、どうやら1時間スペシャルらしいですね。ABEMAだとこの1時間が2つに分かれていて、12話と13話っていう形で分かれているので、動画のアップもそれに合わせていきたいなというふうに思います。なのでまずは12話見ていきたいと思いますので、カウントダウンの後、スタートです。そうだ。そうなんだよ。ここで終わった前回。うん。これ。いや。10月。うん。いやー、かぐや。いや、これ、どう思ってるんだろうね、かぐやは。まあ、今のかわし方っていうか、話聞いた後の反応はいつもの感じっていう風には見えたけど。ちょっと今までとはその話の重さが違うというか、もう白金の方はね、スタンフォードに行くって決心してるから、複雑だよね。もうだって一緒にいられなくなるし、なんだけれどもやっぱり白金の意思をね尊重したいと思うし、邪魔するわけにはいかないし、どうするのいやー、まさかかぐやも一緒についてくってことは、多分三者面談の時の話かなからしてないとは思うしね。いやー、これを白金がまあ前回かぐやに生徒会室に呼び出して伝えたわけだけれども、それを伝えるっていうことだけがあれなのかな、白金の今やるべきことっていうか、そういうふうに思ってるのかな。それともやっぱり告白するっていうような流れになるのか。いや、楽しみだな。まずは早坂に。ああ、そう思ってるんだ、かぐやは。笑顔で送り出すね。そんなことちょっと確かに素直だよね。そうか。あったんですね。来年の10月って言ったもんね。そういうことか。ははははは。綾坂が長かった。いや、急だね。バッチリプラン。ほう。あ、かぐやが打つんだ。うん、確かに。うん、はい。激エモ。エモ。これは不正解だね。マキ様、いやいや、そうね。うん、ダメかな、いいんじゃない。5W1H。 あー、勘違い。なんかゆっくりみたいになってる。うん。5W1H だよ。おう、あれ、これもダメなの。ダメか。いつ？いいんじゃない？ダメか。うん。いや、難しい。そりゃそうだ。うん。いい。いやー、いや、いいね。うん、つれー、これは。今のが本心なんだね。いやー、きついねー、これ。かぐや、あー、文化祭がもう終わりだ。会長がいないのか、城がね。検討外れ。ああ、あ、こっちはこっちですごいね、ポンチョがある。おお、言い方。海飛桜、寒飛桜。いやいや。こんなん言われてたんだね、先輩。いやいやいや、桜のことじゃないんじゃない？はい。石神、そうなんだよな。くー、違う。気候で変わる。確かに。3月だって3ヶ月ぐらいあるよ。あれおお、これは何？あ、何の劇なんだろうこれ元ネタは何？方針伝説。ほう、はいあるね、めっちゃでっかいのまたしたよね。あ石神気づく。そうだよいや、好きアピールっていうかさ、いやいや、あるんですよ。君、あ、これ燕先輩の劇か。そうね。あ、もう終わり？石神の今度かぐやか。で、白金は認めた。そうね。うん、駆け引き、結局いなかったんか。何これ、なんか待ってる。何これ、うわっ、ほんとだ。お、白金、何、言い方。うん、あと1時間。これ何、好きだもんね、海藤さん。おお。無機質師。うん。謎解きだ。むずっ。うん、なんだ、誰かいる？何、分かったの？かぐや。うん。はい。ああ、そういうこと？うんうんうん。これね。なんでしょう。言ってた〇〇の〇、なるほどね、藤原の時間。うん、これ謎いよね。男らしい。あ、白金。おお。なんか家具屋宛てに当てられたものっぽいよね。ははは。1万円使えないんじゃないの？あいやいや、故障とかじゃなくて閉まらんな。うん。なんか見たことある動きだな。ああ、もう早速。うん、はい、おお、かっこいいね。うん、なるほど。めっちゃはずい。はい。いやー、終わりましたね。いや、これで12話終わりっていうことで、あと13話が後半っていうことですね。いやー、どうなるんだろう。もう白金のなんだろう、謎っていうのはもう家具屋にだけ当てられたみたいな感じだったように感じましたね。まあ、それを知花がね、いい感じにこう解こうとするところまで想定した内容でしたね。ということで、今エンディング中なんですけれども、まあ、1時間スペシャルっていうこともあるので、もう早速ここは動画ここでやめて、あと13話の方行きたいと思います。13話の方はもしオープニングがあるんだったら、オープニングはカットでお送りしたいと思いますので、お願いします。それではまず一旦失礼いたします。これでございました。13もよろしくお願いします。バイバイ。